はい、酒好きな俺の日常を始めていきたいと思います。はい。今回は山屋で以前買ったマルテンツブルーです。ピルスナービール。製造技術250年の歴史と伝統を誇るベルギー産ビール。アルコール度数5%の 330ml でございます。ピルスナーは加盟発酵により作られたホップが効いた爽快な味わいは、世界で広く親しまれているタイプのビールですと書いております。原材料名が麦芽とホップとコーン。コーンか。原産国がベルギーです。値段いくらだったかな？ 200 円ぐらいだと思いますけど。あ、美味しい。乾杯。これ麦芽100%ビールじゃない。コーン入ってるからね。やっぱコーンが入ってると結構コーンの味するね。マルテンスブルー。ちょっと苦めではない方の、まあ、若干酸味がある。まあ、コクもそんなに、まあでもまあ、それなりかな。まあ、結構軽めかな。まあ、それなりにコクはあるような気もするんですけど。結構、まろやかな、口当たりが。コーン使ってるから結構コーンの味するんだわ、やっぱり。なんだかんだで。コーンの香りみたいなのがね、するんですよ。まあ、それなりに美味しいんじゃないかな。普通ぐらいか。まあ、やっぱこういう、あんまベルギーのビールは、なんだかんだ言って、合わない。ちょっと軽いんだよね。軽いっていうか、薄い。味が。やっぱり、ジャパニーズビールが、ね、いいかな。ラガーとかね。クラシックラガーとか。エビスとか。が、やっぱり、うまいかな。微妙。まあ、こんなもんか。ベルギーって言っても世界な、なんか、ベルギーのビールはうまいとかさ。ドイツのビールはうまいとか、あるけど、実際とこベルギーは、とかドイツ、大して、うまくはない。全体的にアメリカンラガーみたいな感じなんですよね。どっちかっていうと。基本的に軽いのが多くて、ベルギーのビールだったか、ドイツのビールだったっけ？あれ、前飲んだの俺なんだったっけな、あれな。
前飲んだのが、確か、エッティンガーシリーズ、エッティンガーシリーズ。エッティンガービール。エッティンガービール。ドイツのビールですよね。ドイツのビールか、軽いよね。ドイツとベルギーはなんか本場のビール、ビール本場とかって言われてるんですけど、実際今のところ飲んだベルギービールはほぼ全てにおいて軽かった。非常に軽い。やっぱジャパニーズビールが一番個人的に好きなんですよね。やっぱラガー。クラシックラガーとラガーと。あと、スーパードライと。あとなんだ、エビスト、この4つぐらいかな、一番うまいなーって思うのはね、ジャパニーズの中だと。軽いんでコクがない、あまり。まあ甘みは普通ぐらいかな。香りもまあ大したもんでもない、普通だなこれな。2333です。ご視聴ありがとうございました。